次にシルバーワーク中を通じて就労されている方です。岡本和孝さんです。よろしくお願いします。岡本さんは NPO 法人でのパソコン指導ですとか、マンションの空室管理業務などを行っています。岡本でございますが、先般司会者の方から、仕事内容についてちょっと紹介を受けたんですけども、パソコンを教えてるんです。でパソコンを教えてるのは、パソコンの種類って教える内容ってたくさんあるんですよ。でパソコン全体の取り扱い、それからインターネットの取り扱い、それからマイクロソフト製品というのがあって、文書管理をするワード、それから表計算をするエクセルというような、こういったものの指導をするということですね。あともう一つ、マンションの、管理というんですかね、をやってるというお話を受けましたけど、これ2つありましてですね、マンションの占有部分に入って仕事をするというのがあるんですね。これは中央区、江東区がメインなんですけれども、タワーマンションの中に入って水を流したり、それから風を、空気を入れ替えたり、こういう作業をするのを空室管理って言うんですけれども、マンションのそういった占有部分に入って仕事をする。それからもう一つは、今度は共用部分ですね。これはマンション管理員という形になるんですけれども、マンションの共用部分の管理をしているということですね。これが一番経験的には短いんですけれども、じゃあ一般的に今テーマとして与えられているやりがいっていうのは何っていうところなんですけれども、一般的には充足感であるとか手応えということなんですね。ということは非常に主観的なものなんですよ、これって。だから仕事の内容に充足感が得られるかであるとか、それ相応の成果とか結果が返ってくる、これが手応えだと思うんですね。だから決してその手応えっていうのはお金だけではないっていうことなんですよ。だからクライアントが感謝してもらえる、それから誰かの役に立っているっていうような、そういったものがですね、やりがいっていうものの一つだと。で、私が常々考えている、自分がこうワークしている仕事の中での大きなこう3つの柱みたいなのがあってですね、そのまず第一は、自分自身がやっている仕事に対して興味が持てるかどうか、これが一番だと思うんですね。で、その興味が持てて自分自身の、ね、好奇心を満足させてくれる、これがとても重要だと思うんですね。で、2点目、皆さんご高齢の方もいらっしゃいますけれども、年を重ねるとどうしても仕事というのがだんだんバックオフィス系の仕事になってくるんですね。で、バックオフィス系ってどういうのかっていうと、要するにマネージメントをする仕事ですかね。そういった仕事全体をマネージしていくというような仕事になってくると思うんですけども、これが一つのやりがいになってくる。例えば、現場を回ってくると、現場に対しては手順書っていうのを作らなきゃいけないわけですよ。マニュアルですね。こういったものの作成なんかも自分自身のやる気になってくる。それとこれ最後、一番これ重要だと思うんですけれども、現場で生まれる人間関係ですね。これが良好じゃないと不愉快になってくるんですね、働いていて。だからいかに、人間関係を円滑にしていくか、または自分でそう積極的に働きかけるのもそうだけど、そういう職場に巡り合えるかっていうことなんですね。私の方から以上です。会社人間がずっと長くてですね、社長さんはリタイアした後も社長さんの気分でですね、地域の方と接しちゃうと、よってもってあまり周りから相手にされないというふうな、とかくそういう傾向があると思うんですけども、岡本さんはその辺はですね、やはり割り切って、今までのあれとは全く新たなスタートというような、そんなお気持ちで始められたんですかね。ちょっとメッセージのことでお話しようと思ったんですけどね、職業を選択するときって自分でね、レンジを広く持たないと仕事なんか決まらないんですよ。だからレンジを広く持つで、どうしても長く仕事をしてると自分の経験則に合った仕事を求めようとするから仕事が決まらないんですよ。で、高齢者になってくるとホワイトカラーの仕事がほとんどないですよ。ですけれども、ちゃんと自分でその間口を広く持てば、シルバーワーク地方さんに行けばいくらでも仕事があります。だからみんな安心なさった方がいいと思いますよ。